料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦。イケメシ。こんばんは、榎本彩乃です。こんばんは、料理研究家の鈴木絵理子です。今日のイケメシは、せーの、こちらです。ふんわりハンバーグと目玉焼き、手軽にできちゃうロコモコ丼。材料です。合いびき肉 200g、 玉ねぎ 50g、 このほかご覧の材料を用意してください。ここで今日のイケメシポイント。今日は玉ねぎをすりおろします。玉ねぎを切らなくてもいいし、炒めて冷ます手間も省けるのでだいぶ時短になります。なるべくね、手早くやらないと目にしみて涙が出てくるので、急いで急いでおろしていきますね。すりおろしたら合いびき肉を加え、パン粉、牛乳、卵、そして塩と胡椒を投入。よく手でこねていきましょうかね。お願いします。はい。焼いた時に割れないよう、よく混ぜ合わせよう。どうでしょう、だいぶねばっとした感じになってきたかな。はい、はい、じゃあ OK ですね。一人分ずつ丸めて平らにして形を整えよう。火の通りを良くするために真ん中をへこませてね。フライパンを火にかけてサラダ油ですね、先ほど丸めたハンバーグを入れていきます。はい、じゃあ焼き目がつくまでちょっと待ちましょうかね。焦げつかないよう時々フライパンを揺すろう。 2,3 分焼いてね。よいしょ。全部ひっくり返したら蓋をして弱火で6分ほど蒸し焼きに。焼き上がりは竹串を刺して確認。透き通った肉汁が出てくれば OK。 この後のソース作りのためにフライパンから一旦ハンバーグを取り出そう。キッチンペーパーでね、汚れを拭き取ります。ただ美味しい肉汁もついてるので、あんまり取りすぎないようにね、注意をしてください。赤ワインを入れて火をつけ、フライパンに残った肉の旨味と合わせよう。ひと煮立ちさせてアルコールは飛ばしてね。そこにウスターソースとケチャップを加えて混ぜ合わせ、火を止めてバターを投入。余熱で溶かしていくよ。溶けたかな。はい、はい、じゃあハンバーグを戻し入れますね。美味しいソースとよく絡めて、ご飯に付け合わせの野菜と一緒に盛り付ければ完成。ハンバーグがふわふわで見た目も綺麗でとっても美味しいです。おろし玉ねぎ効果でふんわり柔らかく焼き上がりましたね。一皿で栄養バランス抜群なので、お家でもぜひ作ってみてください。はい。